ゲーマーに聞いてみたシリーズ、最近のちょっとした悩み。ゲームをやろうとしたらそのゲームじゃなくて別のゲームしてる。それはもう完全な老化なんよ。はいはい、高橋さん、そのゲームさっきやりましたね。戻りましょうね。審判ケアサービスへどうぞ。昼休み、僕が弁当を食べてたらもう食べ終わった友達が机の目の前でベガ立ちしてくる。どういう状況？ずいぶん遅かったじゃん。先回りしてる強キャラ？格ゲーで負けると奥さんに煽られる。各キャラの負け台詞を真似される。いや、めっちゃ仲いいやん。まあ、でもこれ、こっちもいろんなとこで使えるよね。例えばこう、夜のベッドの上での対戦が終わりそうな時も、2年間勤めたブラック企業の1日あたりの賃金より日払いの農家手伝いの方が高くて労働ってなんだろうって思ってます。そういう見返りの差ってあるよね。やっぱさ、努力とかじゃねえんだわ。もう狂気ラジオと同じ終着点よ。家庭も大事やで。最近アホほど値段高い枕を買おうかどうしようか悩んでます。3万円ぐらいのやつ。これは睡眠ガチ勢としてマジでするわ。枕はね、値段とか口コミで買っちゃ絶対ダメ。いい枕って本当に個人差が大きいよね。やけん、今まで使ってたやつにこうタオルとかで高さ調整してみて自分の好みを知ることが大事。あとはそれに近そうな枕をガンガン試していって、で自分がピンときたやつだけを使うんよ。そう、君がエドをアイコンにしてるようにね。原さんだけど彼氏ない歴イコール年齢、ゲームのキャラ以外にときめきを感じないです。10代の頃から好きなキャラが今も見るとドキドキします。去年も支援してほしい夢中なんですけどね。まあ世の中には未だにスト2プレイしよう人もおるけんね。そうまでいいよ。私が推すのはゲームのキャラ。なぜなら彼もまた特別な存在だからです。ベタスオリジナル。嫁中という問題で心がすり減ってます。まあ奥さんも大変よね。舞子さん、アケコン吹いてないでしょ。もうきってなるよね。実家に帰っても格ゲーをできるようゲーミングノート PC を買ったはずなのに18禁の美少女ゲームをダウンロードしすぎて格ゲー分の容量がないことです。なんだこいつ。まあ空き容器を確認したんやろね。あー、どれどれ、1000ギガ、2000ギガ、バカな、まだ上がっていく。スーパーエロゲ人の戦闘力ってわけ。来週から勤務が交代制に入るのでゲーム友達と時間が合わなくなる。まあ別れって突然来るんよね。おーい、遅番になっても深夜のハイゲーマーたちのことを忘れないでね。バロ。動画編集時に突然襲ってくるガーフレベルの睡魔。あ、YouTuber の方ですね。ひどい時はもう空腹なんかも襲ってきて、中下段同時攻撃みたいになるよね。で、上の方見て、残り時間気にしたら、5秒切ってる。絶望。最近生まれたばかりの息子と将来格ゲーで対戦したいけど、格ゲーよりフォートナイトとかが好きになりそうな気しかしないところ。あ、ゲーマーは確定なんや。おい、母さん母さん、カメラカメラ、たっくんが今、昇竜出した。ハイハイより先だったらもう迷わせんな。で、バカじゃしすぎて慢性的な腱鞘炎を患ったかと思ったが、2年放置し、ついに CT スキャンを受けたら手首の靭帯がいつの間にか切れてた。もういつも電磁してるやん。だってこれ対戦誘ったりしたらさ、うい、どうよこの後一戦。あー、ダメダメ、医者から止められてんのよ。急ガチャビ、良くなったらまだ誘うわ。かっこ仕込みが漏れちゃったという寝言を聞かれ旦那に心配されてしまう。なんだこれ、オブラートに言うとまあエッチすぎない。今ね、プロと対戦した感覚。モチベ上がります。ありがとうございました。推しが尊すぎて自宅かっこゲーオフ15に出ない確率が高くて泣いてます。 TE2 も天板範囲に改造したのに。まあゲーオフのキャラでアケコンも改造したと。それはいいんやけど、これプレミアムモルツやんな。ケーキプラス缶ビールイコール酒くず。これ導けるからね。いろんなゲームに手を出しすぎてどのボタンがどう作用するのかわからなくなる。あと、そもそもどこまでやったのかもわからない。まるで恋愛、彼女欲しい。まるで恋愛か。まあ、順序で言うならゲーマーってネットで出会ってからっていうのも多いから、奥で会ったらちょっと衝撃よね。あ、はじめまして。ラグナーヌルヌル動けん。アパートに住んでるのですが、隣の部屋からガチャガチャパチパチとうるさい。うん、格ゲーマーが申し訳ない。まあ、肩持つわけじゃないけど、多分生命の一活動なんよね。だから赤ちゃんの夜泣き声と一緒だと思ってもらったら。ダメか。家事に完璧を求める妻と7割できたら満足する自分。あ、価値観の違いってあるもんね。それ10割乾燥した方が良くない？は、安定させた方がいいじゃん。まあまあ、10先しとく。デビューして4ヶ月ほど経つけど、未だ姿がない。いや、VTuber がそのアイコンは無謀すぎるやろ。あの、ベジータとナッパが地球侵略に来た時の絶望感。よし、早く来てくれ。4歳の息子に格ゲー触らせたところ、 CPU 戦で反撃された途端に人生初の大パンを達成し、意図せずチンパン格ゲーマーの仲間にさせてしまったこと。でもこういう思い出って大事よ。将来一緒に酒飲みながらアルバムなんか見てね。おい、見てみこれ、翔くん初めての大パン4歳。おい、もうやめろよ親父。深い眠りにつきにくくて殺意を抑え込めないです。おばちゃん、この年で中二病発症は辛いぞ。とりあえず右手に包帯巻いて寝るっけね。教育勢の彼氏がメキシコあたりが痒いって言いながら股間を描いていること。最近はガーナとウルグアイあたりが痒いらしい。ちょっと癖ありますけど、まあ、きっと規模が大きいんでしょうね。キングオブファイターズって言ったら3人1組ですから、まあ、たまたま棒で太ももの上にアケコン置いた時のあの冷たさは心臓に悪いと思います。いや、なんで時間？これは多分在宅勤務しすぎた上スーツ下パン一のリモートおじさん。バレないから平気だよじゃないのよ。箱？足の爪を切るモチベが湧かない。もう分かりすぎて辛い。手は全然いけるよね。これ僕めちゃめちゃ笑って持って、あの、髪動画見つけた感じ。もっと伸びでいい。まあ、爪だけにね。これは伸びんな。家の猫が冬毛に生え変わったせいで吸うのがやめられない。うちのミータスもね、首周りがもっこりしてキャワなのよ。この脇んとこがね、とてもいい。
強くなるためにこれから好きでもない狂犬扱おうと思うけど、毎回アキラに浮気する罪悪感に襲われるからなかなかできなかった。これは冗談抜きで悩むわ。でもね、イギリスネギ、人間と一緒でそのキャラの本当にいいところって実際に近づいてみないと見えてこないんよ。だから使ってみて本気になればいい。本気なら浮気じゃないってお母さんが言ってた。後悔すんなよ。ギルティギアをやっている旦那の独り言がすごいです。格ゲーマーってこんなに喋るのかってくらい喋ってます。普段は無口なのに。あ、本性が出るよね。普段しか見てなかったらえってこう、めっちゃいい人が車運転時に表現するのを見た時と同じ衝撃。ゲーマーには一度レバーを握らせてどうぞ。下ネタじゃないよ。格ゲーと FPS の両立、括弧時間の不足と配分、モチベやり込みの塩梅。あの、学業とスポーツみたいに言っても無駄だからね。3、2、1。うわ、終わった。エピ落としたわ。ちょっと理想と違う e スポーツ大学ライフ。人に何かを説明が下手すぎて死にそう。あの、ごめん、申し訳ないんやけど、ちょっとわかる。だから、自分のことをよく知ってくれてる人以外には、あんまりことを略さずに、かつ、簡潔にするっていうのを心がけてみたらどうかな。クリスマスが近づいているけど、彼女いない、友達も少ない、今年も一人でスマブラします。っていうか、僕、クリスマスが誕生日です。ピエン、助けて。おめえみてえなよ、弱虫見てっと、虫ずが走んだよ。なぜかって俺もクリスマス生まれだ。泣いてんじゃねえよバーカ。一人にさせっかよ。今度結婚する妹の彼氏に格ゲーマンバレして、今度一緒に格ゲーやりたいですと気を使わせていること。まあ、でもそういうんだったらちゃんと意思確認はした方がいいよね。あなた覚悟してきてる人ですよね。ゴールドエクスペリエンスさせるしかない。レバーがふにゃ気味です。あー、まあゲーマーとしては辛いよね。あれ、いや、立ったって、まあ、もう、じゃないか、懸念レッカか。嫁さんが実家に帰った。それは人生を左右する悩みやん。まあ、でもこういうのはお互いがね、日頃の不満とか、思ってることをちゃんと言い合ったりしてね、と見せかけてめっちゃゲームできるやん、祭りはわっしょい。娘に彼氏ができた。まあ、これはね、言うても娘さんが選んだ方ですから、ここは潔く信頼して、一度紹介してもらってね。君か、娘とはどういうつもり？うん、十先で俺に勝ったらいいよ。どこの馬の骨だよね、ぶっ殺す。粗品と本命馬が被る。いやね、うわ、マジかーってなってると思ったら、僕、クソ笑うて持って、もうこれ紹介したいだけ。下手にいじったら寒くなるから何もない。ありがとう。はい、最近のちょっとした悩みでした。まあ中にはね、嫁が可愛すぎるとかいうふざけた奴らもいて、ムカつきすぎてスルーしました。それでは今回のベストリプライ賞がこちら。もうね、分かりみが深すぎた。コンソメさん、おめでとうございます。ポチョムキン好きでしたよ。以上です。対戦ありがとうございました。ほいじゃまたね。